おはようございます、ちかです。今日は朝早くから市場にやってきました。今回来ているのがフレンチ風市場といって、以前動画でご紹介したニャッタオ市場のね、徒歩圏内にあるニャッタオ市場の近くのね、市場です。この市場はニャッタオ市場の上位互換版というかね、しっかりとした建物に入って、その建物の周りにもかなり多くのお店が出ているね、もうガチ系の市場っていうね感じです。ということで今回はフレンチ風市場を探索して食べ歩きしてみたいと思います。では早速行きましょう。はい、今回の市場、フレンチ風市場ですね。目の前がこんな感じでね、ロータリーになっていて、市場のね、建物の外にもいろんなお店が広がっていて、かなりね、賑わっている場所ですね。はい、では早速行きましょう。なんかね、テントっていう感じじゃなくって、割とね、こんな感じの建物って感じのね、市場ですね。どこのね、市場もそうなんですが、まあこういう建物の市場はね、だいたいこういう服とかね、靴とかがね、建物の中に入っていて、その建物の外に行くと生鮮品とかがね、ある感じかなと思います。はい、奥の方行くとね、野菜とかも生鮮品がね、ずっと売ってるみたいです。そしてこの野菜売り場のこっち側がもうね、全部ね、食事のコーナーです。ここね、かなりね、飲食スペースにぎわっているし、かなり広いですね。ずーっと麺をね、中心にあるんですが、まあね、広いので、だいたいね、有名どころの麺はね、全部ここで食べれるかなっていう感じですね。ここはね、ブンティヌンの店かな。ね、美味しそうなね、パンが並んでいますね。このね、バンカンクはね、有名みたいなので、ここ入ってみようかなと思います。はい、バンカンクはやってきました。すごいね、熱々で湯気出てて美味しそうです。色がね、めっちゃ綺麗ですね。はい、ではバンカンクはいただきます。すっごいね、もちもちそうなプルプルのね、太麺が入ってます。これエビもね、こんな大きいの入ってる。カニもいっぱい入ってます。太い身がめっちゃね、熱々です。しかもスープはね、すごいね、とろみのあって光沢がね、ありますね。じゃあスープからいただきます。もうすごいカニ感が強い。はい、麺ね、これちょっと透明感のある太麺ですね。カニの身もこんなに大きいのが入ってる。すっごいふわふわのカニ、美味しい。これ、うん、こんなに大きいエビも入ってるので食べてみます。めっちゃね、重量感のあるね、エビですね。これね、おソース一緒についてきたのでね、ちょっとカニをね、つけて食べてみます。美味しい。これね、初めて食べたソースですね。なんかみかんとライムが入ったね、爽やかな味ですね。この近く前にやったを行った時に、バンカンクアにね、まあ、チェーンの有名店行ったんですけど、まあね、正直ね、こっちの方が美味しいですね。まず麺もね、すごいここ弾力があってもちもちで、本当なんか感触がね、気持ちいい感じ。あっちにはなんか見た目の迫力はすごいあったんですけど、カニがね、殻ごと入ってるので、こっちの方はなんかその迫力はないけど、身はめちゃめちゃいっぱい入ってます。うん、ではね、おなじみのライム絞りたいと思います。うん、美味しい。ライム絞ったら余計美味しくなった。うん、ね、オレンジとライムのソースをつけて、エビもね、このソースつけて食べます。このソースね、もう海鮮にめちゃめちゃね、合うソースですね。
唐辛子入れます。カニだし激辛麺美味しい。そしてね、このソースも加えて食べてみたいと思います。ライムとオレンジのね、組み合わせですごい独特なんですけど、なぜかこのスープにすごい合います。味変して楽しめるんでね、飽きずに最後までね、楽しく食べれます。ここはフォー屋さんですね。ここはドリンク屋さん。ここもバンカンクア。バンカンクアね、ここのね、市場多いですね。ここもね、なんかすごい美味しそう。ここコムタム屋さんかな。スープね、すごい美味しそうです。はい、春巻きのお店見つけたんで行きたいと思います。ข้างในมักไก่ข้างในไฮไก่แต่ช้างหมาฟ้าใหญ่ใช่ใช่呀จะใช่ข้างในไฮはい、春巻きをゲットしました。1つね、8000ドンでね、2つ買ったので80円でした。はい、こちらがね、生春巻きですね。バナナのね、葉っぱにね、くるんで渡してくれました。美味しそう。はい、ではね、生春巻きいただきます。ソースをね、もらったので、このごまだれみたいなソースにつけて食べたいと思います。はい、いただきます。外のね、春巻きの皮がね、絶妙にもちもちな感じでね、戻してあってすごい美味しい。うん、中はね、いろんな香草が入ってるので、口の中でね、いろんな香草の味が広がります。香草の他にはもやしとブンですね、ブンとこのね、豚肉とエビが入ってます。うん、やっぱり生春巻きにはね、エビ最高です。美味しい。うん、市場のね、ちょっと外側の方にもずっとお店がこんな感じでね、広がっています。ここココナッツが大量に並んでますね。はい、ここら辺はね、すごいね、ごちゃごちゃした感じのお店が並んでいます。結構ね、ここ海鮮いっぱいあるような気しますね。ただいまみゃりばい。ここはね、謎にね、人が集まってます。セール中かな。チョエンモッカナイ。アンデイ。ここのね、なんかデザート屋さんみたいなところで美味しそうなのあったので食べてみたいと思います。はい、デザートね、注文してみました。なんかね、上の方にライチ乗ってるんですけど、チェーの一種みたいですね。はい、ではいただきます。こんな感じで氷盛りだくさんなのでね、こうやって冷やして食べるみたいですね。上の方にね、アーモンドチップスが乗ってて、なんかそれがね、絶妙にこの冷たい氷と合ってます。このね、お豆腐みたいなプディング、これね、すっごいなんか弾力があって、ちょっとだけタピオカにね、近い感じがして、すごい美味しい。そしてね、これライチですね。これ冷凍じゃなくて本当のライチだけど、今の季節なんでちょっと小ぶりですね。でもすっごい甘くて美味しい。これもね、ヘルシースイーツって感じなんで、朝ね、なんか食欲ない時とかに食べるとちょうどいいかなっていう感じの爽やかなデザートです。はい、隣
りの、ね、人が食べてて美味しそうだったので頼みました。これ手作りヨーグルトです。いただきます。美味しい。これね、市販のヨーグルトと違ってすごい手作りのヨーグルトの味がして美味しい。酸味のね、後にすごい甘さが広がってきてね、なんか牛乳っぽいっていうか、すごいね、ミルキーなヨーグルトです。どっちかっていうと、なんかクリームプディングみたいなね、感じの食感です。Cái bao nhiêu tiền? 15 ngàn. Là một cái. Yakitate desu. Waffle.はい、ではね、この大きな焼きたてワッフル食べたいと思います。1つ1万5000の75円です。いただきます。うん、おいしい。うん、もうね、焼いてる時から甘い香りがプンプンしてきてね、美味しそうだなと思ったんですけど、食べたらね、本当にほんのり甘い感じで美味しいです。この外側のカリカリのところね、日本にあるなんか甘いせんべいのカリカリのやつっていうね感じの味なんで、ちょっとなんか懐かしい味がしました。洋風ワッフルっていうか、おばあちゃんが作ったワッフルみたいな感じで、おばあちゃんのおやつって感じでね、なんか優しい味がして美味しいです。これもうどこも4000ドンですね。かなりマオニケンバロイ。バロイ。100倍。100倍。Where are you from? Japan. Japan. Taiwan. I'm Ghana. She thought you are beautiful. She did so much. Come on.Rồi, các bạn nè, xe xe. Xe xe hả? Có phân chiều hả? 1kg17万ドンのお肉をゲットしました。モッキーバーニュー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 。
を探索して食べ歩きしてみました。見た感じ通りでね、かなりしっかりした市場でした。というのも建物の中のね、お肉屋さんとかお魚屋さんとかがね、お店ごとにちゃんと区画されていて、他のごちゃごちゃしたマーケットよりはね、買い物しやすかったかなという感じです。この市場はまあ生鮮品がメインの市場なので、観光で来てもね、あまり買うものはないと思うんですが、このグエンチンプン通りというところにね、かなり飲食店とかが立ち並んでいるので、まあ、近くにね来た時はちょっとだけ覗いてみてもいいかもしれません。ということで、グエンチンプンマーケットも面白そうだな、楽しそうだなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。